主教、主教、主教は中国最古の詩篇である。古くは単に歌と呼ばれ、また集大に作られたため、修詩とも呼ばれる。儒教の基本経典、五経あるいは十三経の一、漢詩の素形。古くから経典化されたが、内容、形式ともに文学作品、陰文とみなしうる。もともと舞踊や楽曲を伴う歌謡であったと言われる。 青春時代、当時歌われていた民謡や描歌を孔子が編集した孔子さん施設とされる。式、孔子聖歌によれば、当初3000編あった膨大な詩編を孔子が311編、うち6編は題名のみ原存に編成しをしたという。孔子さん施設には疑問も多いが、論語、異性編にも孔子自身が詩句を引用していることから、その時代までには、 主な作品が省営されていたことが伺い知れる。原稿本、詩教のテキストは、もう通る、もう長が伝えた申しである。そのため、原稿本に言及する場合、申しと呼ぶことも多い。または歌三百、歌三百編、あるいはただ単に三百編、三百五編、百十一編とも呼ばれる。その構成は、の三つに対別される。 国風は、周南、湘南、廃、陽、守る、王、帝、正、義、唐、旗、陳、檜、の木、海、品の十五の国と地域の古歌や民謡を収める。宮火はさらに小宮火と大河に分かれる。章は、周章、露章、少将に分かれる。少将は、隠室の祭祀を継承した、宗の描家と言われている。各編には、 台がついているが、詩の文句、通常は冒頭の句から取ったものに過ぎない。複数の詩で同じ台がついているものがあり、孔家頃も、用の水は三辺、柏は船、無意、歳尾、森、はじめ殿、谷風、校長は二辺、区別するために、低風、孔家頃も、東風、孔家頃も、日の木風、孔家頃も、廃風,風、谷風、小宮火、谷風のように呼び分ける。 作品のスタイルは、基本的に四軸の連続で、オノマトペ、セキセキ、ヨーヨー、や繰り返し、しきびしきび、楽ラ楽ド,ドなど、を多用するところに特徴がある。通常一辺の詩は、複数の章、スタンザに分かれ、章は、複数の句に分かれる。偶数九末で応印することが多いが、応印のパターンはかなり変化に富んでいる。九末に、K、 ただなどの意味のない助字を置くことが多く、その場合はその一つ前の字で応印する。実際には、上記の形式に従わない詩もある。三軸も多いし、湘南、京路では、句の多くが五字である。岐阜、伐段は四点五六点七八軸がある。終章のいくつかの詩は全く応印していない。作風は素朴につき、 しばしば祖地の自由調達の気風に富んだ騒ぎからだと、着せられる。また国風においては、その土地土地の習俗が反映されていると言われ、聖人の君導をとどめる周南や湘南に対して、帝風や英風は軽薄の気風であると評価された、大気、楽気、帝、守るの音は、乱世の音なり。ただし、これは死そのものについて言っているのではなく、 帝の音楽が節度を保っていないという意味だとする、説もある。一方で特に小宮比を中心に、異性の乱れを嘆く作品も多く、古代人の切実な訴えに驚かされる。大宮比では、州の歴史を歌うものが多く、また、交換和札命金文とよく似た文章になっている。また風、宮比、章が、定裁上のスタイルであるのに対し、表現上には、不非 教という三つのスタイルがある、定裁上の三スタイルと合わせて、陸技という、と言われている。作者については、宮廷詩人、伊義介の名が知られており、また解説書の一つ、もう伝えなどが参考になるが、それも、宮尾章についてであり、国風に収められた詩編のほとんどは、無名の人物種になるものと考えられる。編者である講師は、諸国編歴記の都市に、 その土地土地の紙片を集めたと言われているが、すべてが最終によるものとは思われない。また、孔子の没後、小夏、小張ら穴門の若い世代が殉職したところもあるだろうし、当州以降の策が混じっている、可能性も高い。なお古代に、祭祀の官がおり、地方の死を中央に送ったという説。提言の、扶助もある。死境は、その成立からして、例と横断するところがあり、 孔子自身も指定に、その収容を求めているように、差伝などを見ると、当時の教、大部、死の必修の教養とされた。また、四季の樹林列伝において鹿が、五教の筆頭にあることからもわかるように、官書には重んじられていたことが伺える。後、選定の頃に、領宮柄の液化が起こり、前巻末から五巻にかけての神秘主義イコール、神異説の主張の中で、液化の地位は、 不動となり、漢女、芸文詞では、駅、書、詩、礼、春秋の順に変化している。ただし冒頭にも触れた通り、司教に収められた詩編は、陰文作品の素形であり、当衆から信代にかけて、最大の講義の意味での中国文学に与えた影響は計り知れない。前巻では一芸に通じた博士が、詩塾においてで詩に学問を伝授したが、 五感に入って、太史学におけるカリキュラムとして定着すると、主家としての独自性は失われる。また思想界において強点化する一方、文学界においては、全漢の柴助行きや、洋遊らを短所とするふ、長文の因文が流行していく中で、間骨脱退され、変容と再生を繰り返していく。主教は、春秋の場合と同じく、 編算者である聖人、孔子の思想がそこに隠されているという考え方が強かった。特に、元代には、すべての紙幣には必ずその発祥のもととなった史実があり、歌詞にはそれらに対する記礎法編が込められている、微思説という考え方が主流となった。この思想は、東代の五教正義、古中において決定的となる。しかし、宋代の主記はこれに対して、 国風については単なる民謡、小唄であり、中には、陰本社の詩がある、と、終電で、適厳しい批判を行い、司教の学の面目を、一新した、親中。しかし、宮尾賞については、従来通り、成人の作であることを認めている。なお司教は日本にも古くに将来され、日本書紀によれば、慶太、金明朝の頃、九だらから、五教博士が来日したという。 以後、博士課において細々と伝えられたが、広く読まれた形跡はないようである。鎌倉、室町期に、五三文学が起こると、同族の間に関跡に対する関心が高まり、猛師匠のような資料も作られたようである。真の文書の後漢が没興すると、炉の真土かう子う、炉子が家伝の学を世に表し、ついで生の長れ方生、再医師と燕の繁栄。 半死とが出た。三種は皆漢氏の学官、博士に立てられた三冠歌、三野死。後遅れて、もう通る、盲腸が出る、盲死。いずれも、微説に基づくものであったが、両盲講は、穴門、小夏から順視を経て伝わったという、先進の時代、古文によるテキストを用いていた。これに対して三野死は、関大通行の時代である、霊書。 今文のテキストによって教していた。古文の学はそもそも、武帝時代に博士となったアナアン国の古文詔書に始まる。前巻末に、竜が、さし春秋、春秋刺し伝と、修来を世に出したことで注目され、五感には、ハンコ、バトール、提言らの古文学派の大物が、次々と現れた。鹿においては提言が今文系の三夜の学と申しの、学等、 比較検討し、孟子のテキストをもとに4家の説を交えた、仲介書を表した。いわゆる、孟伝定前である。以後、帝子の学が尊ばれるようになり、館内の三谷氏は衰えて、やがて失伝した。半歌のみは東大まで残っていたようだが、現存するのは、説話集的な、半歌外伝のみである。その流れは、東大に、五教正義が定められた時、 もう伝えて線が標準テキストに選ばれることで決定づけられた。また、寛大以降、儒教が国学に定められると、そのテキストの移動が問題となった。そのため全漢の意思許や五漢の百古寛での解答に代表されるような修論の場が設けられ、公式に認められたテキストを設計として刻んで公開した。特に五寛の採用らによる期待ら設計と、 東大に作られた改正設計とが知られている。今日伝えられている指教のテキストは、によって構成されている。これに対して、新中のものとしては、手記の終電が有名である。漢代の三夜の楽を伝えるものはわずかに、半歌外伝十巻が伝わるだけで、他に、新代交渉楽の成果として、三夜主継の修本的作品である、大崎健、県、 歌三や二周書や、帽子系の馬まずいたつ、帽子伝千通尺、古障、帽子五千などが知られている。1977年に発見された、おかよう感観には、死教国風65編と、小宮日4編が含まれているが、現行のテキストとは、かなり異なっており、また知られる限りの三夜詩とも異なる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。